ね、万年筆一回ちょっと一本ぐらいね、手に取ってみるのもいいかもしれないですね。結構面白いですよ。インク入れる感じ。なんかこう、あえて手間をかけるっていうか、その感じがやっぱ面白かったりするんですよね。